ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DL でなると申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回コメント2ついきましょう。あと59でいただいたコメント、ハイストリームさんからのコメントです。初コメです。ここのフィールドすごい綺麗ですが、高所恐怖症の俺にはちょっときついですね。みんなが合流したとこですね。まだ国運にいた時かのパートですね。たまにはスノーさんをパーティーに入れてください。わら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 っていうコメントいただきました。多分スノーさん入らねえんじゃねえかな、当分。この人当分入んないんじゃないかな。使い道が今んとこなくないですか？何に使うって感じだよね。この二人が入る余地はあると思うんだよ、全然。でもスノーさんって今後一生出ないパターンあるよね、これ。このままだと。いずれそのなんかを育てていって、あ、これ必要って時にもしかしたら、ディフェンサーとして入る流れはあるかもしれないですね。もしかしたらね。わかんないけど。どうなんでしょうね。はい、もう一つ行きましょう。これまた初投稿。松田、美里さんでいいのかな？からのコメントです。初めて投稿させてもらいます。今は受験生で休憩の時に見させてもらってます。今まではずっとドラクエしか興味なかったですが、ダルさんのFF の動画見て興味が出てきました。これからも頑張ってねというコメントいただきました。この顔文字でもなくて、なんか絵文字みたいなのついてんだけど、かわいいなこれ。これできるんですね、 YouTube のコメント欄でも。なんかスラッシュとかになっちゃうのか、文字化けしちゃうのかなと思ったけど、できちゃうんですね。ありがとうございます、頑張ります。ということでね、初コメ投稿2つでした。ありがたいですね。初コメの方はね、ぜひ残してもらいたいですね。初コメは結構、なんていうのか、拾いやすいんですよね、コメントとしてね。ぜひぜひコメント欄残していってください。いやらしいコメ稼ぎの後の FF スタート行きましょう。さあ、ミッション。流れになってんのね。21、ギガゼラチン。第2その3都市をすべて解放したときの道は、ああ、そういうことね、了解。ギガジェラチン倒せってことね、了解よ。了解よ、了解よ。任せなさいよ。なんとなくだけど、魔法で攻めてきそうな感じあるんで、こっちにアイテムなかった、今。あとギガジェラチンの方にアイテムがあったように見えたんで、敵がいんのか。あ、違う、3都市がいるんだ。する。お前、どっから出てきた？カットしちゃいましょう。3体はきついっしょ。おお、5100か。うめえうめえうめえ。
まあちょっと時間はかかるけどな。さあ5000円もらえるんだったら戦っていきたいね、どんどんね。ではでは、ギガプリン、ギガプリン、あ、違うな、ギガゼラチンか。プリン。自分の食べたいものが出てきただけだ。ギガプリン、もういいよ、ギガプリンでも。ギガプリン倒しに行こうぜ。ワンちゃんか、スルーで行きたいな。オッケー、スルーできた。ムービー、いや、目的地か。ただの目的地かな。勝負。確かにギガだな。もうプリンでもいい気がするよね。気持ち悪いな。ゼラチンって感じはあんまりしないよね、正直なところ。うん、やっぱ1回の攻撃強いね。で、シェル入った。デプロテ入ったね。これうまいね。他のやつ入るのかね。スローとか入るとマジ強いんだが。ライトさんに先にヘイストかけてくんねえかな。やっぱないか、その選択肢は。かかんないね、全然。よし、行きますか。ライトさんに先にヘイストかかったらケアルラ結構うまいんですよね、普通に。オタが耐えられますね。止めどなく攻めろ。ドン。このガッガッガッって攻撃いいよ、かっこいい。大丈夫大丈夫大丈夫、ブレイクいける、ブレイクいける。負けたくねえだろ。次でいける。回復なしで、回復なしで。よし、来た。オッケー、打ち上がんのか、マジか。これでかい、打ち上がりはでかい。勝った、これは完全勝った。オッケー、攻めモンスター、勝った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 、これは勝った、絶対勝った。ヒットポイント高えな、それにしても。魔法がめっちゃ効いてる。よーし、ライトニングさんのサンダーがめっちゃ効いてたね。2900しかもらえないのかよ。アクセルサッシュ、アクセルサッシュ、お、手に武器持ち始めた。アクセルサッシュ、アクセルサッシュ、倒すと ATB 回復。あー、敵を倒すごとにか。でもな、数が少ない、これはいまいちかな。常に1溜まった状態でみたいなやつが欲しいんだよね。 ATB が1個溜まった状態でバトル開始じゃなくて、開始じゃなくて常に ATB が1溜まってるか、あるいは常にヘイストが欲しいんだよね。ねえかな、そういうの。じゃあもう一つ行きましょうか。お次はなーに。うわー、こいつかー。こいつ強いんだよね。我が力は容器、スパルタンに盗まれた、島内にいるスパルタンを取る。スパルタン強いんだよね。周りの雑魚が強いんだよ。最初にエンサンダーかけてくるんで、かけるんだよね、サッズさんが。その間に、まあまあまあ触れるとは思ってたよ。カットでいいでしょう。
はい、オッケーでーす。一人で、一匹で1900じゃねー。スパルタンどこかね。まあ、反対か。いいね。てか、ちゃんと塔の前に設定されてんだね。ミッション16、17をスルーしちゃってんのか。まあ、またあそこに戻る機会もあるでしょう。その時ですね。え、すげえな、これ。ちゃんと進んでいくところにも名碑があるとは思ってなかったわ。そういう意味だったんか。なるほどな。あの区画にいっぱいいるんだと思ってたよ。あー、うわ、なんか強そうだな、おい。今しかも先行取れたんじゃねえの、先生。もったいねえ。エシェルはかかるか。みんなにそのダメージ量はずるいだろ。やばいな、ライトさん攻められてんな。ライトさん攻められてんな。ライトさん落ちるよね、これ。落ちるよね、そうだよね。フルケアって。ここで勝負。スパルタン倒せっかな。スパルタン、スパルタン。雑魚スルー、スパルタン。たまらなそう。400高いな。あ、でも結構サクサク溜まってます。迷ったからもうそのまま行け。もう一回来る？もう一回来る？あー、やばい。まあ、しょうがない。倒した。オッケー。あー、なんかこいつ弱いじゃん。クリップキア。クリップキア。倒せそう、簡単に。あー、勝った勝った。やっぱ美人が一番最初に狙われんのか。ファングさん、ちょっと待てって言いそうだけど。意見分かれそうだよね。ファングさん派、ライトニングさん派で。いやー、にしてもスパルタンやだな。スパルタン嫌い。今度は何？グランガッチ。グランガッチか。あ、ワンちゃん、ワンちゃんっぽいね、パッと見。アイテムの音がするんだよな。違うか。これの音か。いるのは後ろか。でもなんかなー。あー、そういうことか。中央に出てから向こう行くと多分アイテムだな。多分それで音が聞こえてたんだ。あそこだ。あの行き止まりのとこにアイテムがあるんだ。どっち先かね。あー、ミッションクリアして、裏でアイテム回収かな。あ、ってかめっちゃチキ。うわ、こいつか。走行外さなきゃいけないやつだ。あ、でも一体だけな、なんとかなるかも。結構簡単にあれが溜まりますね。ブレイクポイントが溜まるからありがたい。なんもかかんねえ。走行外れないと多分かからないやつだな、これ。ライトさんに。ヘイスト、かかったら勝負。走行が硬くてなかなか、ブレイクポイントたまらないですね。大丈夫か ?200 ポイントか、200% まで。頑張れ。あと3回くらい変更すればいける？
そこ外したら勝ちだよね。外したら勝ち。はよ。たまれ。ケイ。よーし。勝ったな。いや、意外と硬い。で、プロテとか、あーでもいいか。もうなんか、すぐ900までいきそうだし。打ち上げ。オッケーオッケー、勝った勝った。危なかった。普通に強かったね。やっぱ倉庫外すまでがきついな、こいつは。オッケーです。うわー、ランク3とか。ウォーリアーリスト。攻撃力100アップとかだろうね。ファングさんにつけるか。イエーイ。じゃあ3回いけそうなんで、裏で宝箱回収しておきますね。やっておきます。あ、これやんないとアイテム取りに行けない仕様だったんだ。オッケー。ではでは、ご視聴ありがとう。続きます。ちょっと続きます。また来やがったか。しつこい野郎だ。お前に似てるよ。お、やりじゃねえか。道を開いてくれたらしいな。剣戦で尻尾切り裂いてたけど、塔は無事っておかしいでしょう。突っ込むぞ突っ込むぞ俺は。突っ込んじゃうぞ。申し訳ない。空気読めてないやつだね。申し訳ない。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。